ほや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 ほ。どうしよう。そうだなあ、どうしようかなうん、今日土曜日なんか。君だけのものって言ったりして、言ったりして、えへへへへへへへ。明日は日曜日。泣き枕かば持ってません。あ、テロップに書くってこと？明日のコーデ決まりましたよ。がバレンタインコーデだからね。先ほど決まりました。甘々コーデ明日。うん、超絶甘々。アニメイト行きました。今日からコラボ期間始まる。3月まで。今日ちょうどお出かけしてたんでできました。すごかった。広島店はエレベーターで上がって5階なんですけど、ちゃんとね、特設ブー、なんて言うんだろう、特設会場みたいな、ファンの方会いました。ちょうど私が行った時誰もいなくて、あんな方、あれあれっ
ってなったけど、その後何人か来てくれて嬉しかったです。そう、今日公演があったんだよね、エディオンさんで。嬉しかったです。全然気まずくない。私は気まずく、あんな方の方が気まずかったんじゃないかな。さやおし、そうね、さやおしではなかったですね。そうですね。まあ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 。よく見るかと。いろんな場所でよく見る方。そうなんだ。え、年齢クイズ。うん、大人ですね。私大人ですけども、うん、でもそうね、童顔、顔をね、え、でもどうだろうね、どうだろうね、若く見られる、若く見られるのはまあ嬉しいですよ。年齢不詳って言われる、年齢不詳っていうのはまあでもこう幅が広がるっていうのは嬉しいですね。言い方が分かる、どっちにもなれるっていうのは嬉しいですよ。でこの前お母やんとあのねカルディ行ったんですよ。カルディってあの最初にサービスでコーヒーをもらえるじゃないですか。
めっちゃ美味しいやつ。あれをもらうときにまずお母さんがもらって、で次私が並んでたんですけど、したらお子様はコーヒー飲まれますか？言われて、え？で私なんか最初あっみたいにされて、え？って言お願いします。間違いないけど、いやそうね、お子様であることは間違いないけど、でもそんな？で岡山クックックックみたいな感じでクックックって言っててね、何歳に見られたんだろう。いや普通にいつもの格好してましたよ。いつもの格好をしてたんですけど、でコーヒーが飲めないぐらいのお子さんって何歳だ？それは定かではありませんが、びっくりした。そんなことある？そんなことある？え、すごいよね。そこまで、そこまでか。いや、いや、そういう雰囲気、空気感。あ、メイクしてなかったな、多分。メイクしてなかったからかな。ランドセル背負ってません。そうなんだ。そういうこと。ランドセルはもう小学校時代にからもう変わってません。出ませんよ。なんかランドセルっぽい感じのバッグはあるけど、はい、茶色いカバンならあるけど、かわいいね。かわいいのがあるね。ランドセル、いや需要私にはないですよ。私じゃないですよ。新州イベの時外で待ってたら中学生くらいの子が手を振ってくれて、だいぶ経ってさやんだと気がついた。いや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 、いや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 、中学生の子が手を振ってきて、なんだろう、だいぶ経ってサヤンか。いやいやいや、全体的にどうなの、
それはまず中学生の子が手を振ってきた。まずびっくりするよね。いや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 、ありがとうございます。見ましたよ。うん、そっか。パッと見ね。中学生なんかが手を振ってきたらおもろいよね。そのシチュエーションが面白い。うん、雰囲気ね。制服似合うわ。あー、でも嬉しいですね。まあ、48といえばというか。どうだったとか覚えてないの。確かにな。まだいける、まだいけるか。まだ元気だよ。まだ元気ですよ。まだ体力あるよ。一番は体力なのよね。持久力あるかな。脂っこいもの、うん、大丈夫。でそこまで、あ、そこまで。そこまで大丈夫。まあ、どうなの、脂っこいものはいつからもうダメになるのかわかんないけど。あ、そう、筋肉痛も次の日に来るから。胃もたれ、でもちょっと私今日は甘々なものばっか食べてちょっと胃もたれしてるんだね。まだ骨付きカルビ美味しいって言ってるから。スパイスチキン美味しいって言ってるから朝ごはん食べて。あ、パンケーキ大好きですよ。パンケーキペロッといけるから。どんな話？なんかありがとうございますね。なんだかありがとうございます。こんな話題。いやでもさ、こういう話だって JK でもしてるから、きっと。なぜか JK もしてるから。なぜか JK だって階段きついとか言ってるから。なぜかわかんないけど。そうね。
もう人生の終盤みたいなこと言ってるから階段きつい。肩痛い、腰痛いってそうそうそう、いやそうよ、なぜか、なんだろうね、なんでかわかんないけどね、まだ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 みたいな感じではないかもね、JK もなんだろうね、でもほんとなんか去年年末急に体力なくなってさ、いよいよって思ったの、これが切り替わりか、切り替わりなのかって思ったけど全然違った、ただの体調だった。よかったわ。おすすめの JK はいますか？おすすめの JK ですか？JK え？さやの口からそんな言葉が出てくるなんてどんな言葉？意外だった？何かが意外だった？え？え？何？やばい、何もわかんない今私今何もわかんない、今わかんなくなってる、今何？わかんない今、私何が今は分かんなくなっちゃった、みんなが何にえって言ってるのか分かんないし何がええな何がええ何分かんない、何もかも分かんない、今私いきなりリセットになって今スタート地点にいる今リセット、リセット分かんない、今なんかとりあえずリセットされた、今スタート地点にいるからよく分かんない、マリオになった、今私マリオになった、だから今大丈夫、マリオ分かんない、もう今分かんなくなった、よく分かんないけど、何どこから始める、どこの話から始める、まあ、とりあえず今終わったよね、話は。アニメイトさん行きましたよ、3月までコラボ期間、カフェの話、おー今日ね来ました、
来ましたよ、おきさんと。なんかね、黒がコンセプトの、もう外観から内装からお皿も黒だったりとかね、すごいとこに行きました。なんかお皿、白のお皿とかはまあ時々白はあったりするけど、まあそれも映えるみたいな。おおって感じですね。スイーツもうん、ほぼ黒、まあ、白とかピンクも時々あったり。そうです、そうです。私はもうね、ガトーショコラというかブライニーか、チョコブラウニー、チョコマニアっていうメニューね、名前なんですけど、チョコマニアと、あともう一個ちょっとなんか英語のやつでミルクチョコみたいでしたね。2月のメニューだったんですよ、私が頼んだのが。他にもなんかトーストとかあったよ。トーストあるんだと思った。トースト、他にもいっぱい目にあったし、飲み物いっぱいあったよ。ソーダとかもいろいろあって、コーヒー、トーストは黒くなかった普通のトーストね、最近できたのかな、どうだったろう。でもね、なんかちょっと会場とかからはちょっと離れた場所にあるかな、公園の会場とかから。でもね、そんな遠くない、電車で分ぐらいかな、本通りから10分ぐらいかな。どういうこと？はあはあはあ。電車、広電。でも広電で10分ぐらいだからそんな遠くないよ。なんか広島来たらさ、広電に乗るのもなんかもはや楽しみというか。いいなぁと思うけど、私はそういう感じかも。福岡ね、あんまないから。路面電車です。そう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 。じゃあ歩ける。そうだね、歩ける歩けると思うよ。でもそう、ちょっと駅に着いてまた8分ぐらい徒歩で、8分、うん、5分ぐらいはかかるから、合計でそうだね30分ぐらいあれば着くんじゃないかな。どうかな、30分、40分、30分、30分、40分、まあ、言ってみてください、もし徒歩で行く方は。分かんない、本通りからね。予約してないですよ私。
か私たちは12時ぐらいに行ったんですよ。だけん多分カフェタイムではあんまないから比較的スムーズにって感じでした。そうそうそう、って感じですね。ゆったりできました。インスタで見つけたじゃね、結構ねテンション上がりました。カメラでフラッシュ機能をつけて撮影したらもうめっちゃおしゃれになって、インスタ載せるね。なんかいろいろね、どこ行くって話してて、奥さんが6個ぐらい探して送ってくれて、じゃあこれに行きましょう、まあ気分で変えてもみたいなって言ったけど、昨日寝る前に急に思いついて、そういえば黒いカフェあったなって、なんか奥さん黒いカフェ好きそうだなって、そういえば黒いカフェとかもありますねって言ったら、え気になってた、でもサヤン黒いカフェでもいいのって言われて、全然黒いカフェ行きましょうって言って、サヤンいいのって、全然って言った。うん、イメージはね、ああ乗せてたね。うん、早早い。そう、確かに怖いところって思う。黒カフェイコール怖い。いや怖くなかったよ。動画流れてる。何の動画だろう。安心してください安心してくださいな。美味しいんで。チョコ系が多かったけどね。チョコ系とか、あとはまあ私食べんけどチーズ系とかって、なんかね黒いあのね四角い椅子とかちょっと私はねガンツを思い出したけどねこれガンツあったらいいなって。ガンツは丸か丸だっけ。飲み物いっぱいあるよ。あのね、お店の名前わかんないか。今度載せますんで。そうね。ちょっと思い出した。だけど本当はなんかお昼ご飯食べてカフェみたいなって思ったけど、だいぶもうお腹いっぱいになった。チョコマニアで。チョコマニア
ご飯系トースターがあったよね。そうね、あんまりこう世界観そうね珍しかったね。どんな服装でもいいと思うけど、私は黒で行ったよ。黒コーデで。BGM はなんかなんだっけな。BGM はなんかカフェみたいな音楽。カフェみたいな、カフェに流れてそうな音楽や。すごい、いろんな質問が。そうそう、ゆったりしてる。すごい、すごい興味持ってもらえてる。そこのカフェの店員さんではありませんが、そういう研究珍しく。でも最近黒コーデ多いけどね。黒そう、リボンかわいいよね。サイン書いてない。書いてきてませんね。プライベートなんでね。似合ってる。そう、なんかもう最近ね、そうなの。なんかもう最近はカジュアル系の気分になってきた。カジュアルなんです。とか言って今日全然カジュアルではないけど。カジュアルではないけど、そういう気分でいきたいんですよ。今日はカジュアルではない。カジュアルはトレーナーとか、トレーナーとかですね。でも明日はバレンタインコーデは甘い、甘々コーデにするつもり。甘いよ。ちゃんとオンラインだから、ちゃんと画面に映っても甘そうな感じするよ。今何してますの？私配信してる時の今何をしてるのっていう質問が面白いんだよね。何してるんだろうねって。そうそう、いや、そうなのよ。配信してますね。でも配信してるけど何もしてないよね。
か映ってるから、もしこれがラジオ配信とかだったら今何してますか。あ、実は今なんか勉強しててみたいなとかあるかもしれない。今折り紙打ってるんですとか。そうそうそう、とかあるかもしれない。うん、ラジオ配信とか、それかそういうことか。私が今ここで今画面で映ってるけどもう私がこの勉強してるかもしれないってこと。この下で それもありえるよね。こんな何もしてませんみたいな、出しときながら実は勉強していたり。ありえるよ。うん、確かにね。うん、ね、ありえるよね。実はそうそうそう、ありえるから。気になるよね。今何をしているか。今何をしているか気になるよね。何もしてません。この会話も面白い。客観的に見たら面白いんだよね。自分が全然他人だとして、自分が他人だった時想像したら面白い。こたつに入ってる。こたつに入ってるわ。まだつけてる。みかんなし。まだ寒いよ、夜は。
でもなんかそうだね、半分何も考えずにつけてるかも。こたつ。確かにあったかい方がいいよね、人間は。冷えゆりか。冷えはダメですよ。思ったのよ、人間冷えがダメだって。冷えはダメだって思ったんです。そうそう、人間寒いってなんか人間にとって良くないってことをね、知りました。本当よ。暑いも危ないけどね。暑いも危ないよね。暑いもダメ。夏はね。ダメだよ。ダメだよ。でもね、春来てほしい。桜見たい。桜見たいんだ。4月だっけ？梅は咲いてる？まだ見てないな。でも桜咲くのも来月か。早くない？河津桜ってのが咲いてる。東京咲いてそう。早いね。桜咲いたらもう早いね。そっからは早いよ。気づいた時には金木犀咲いてそうだ。あー、そうだよね、すぐゴールデンウィーク来そう。
ゴールデンウィーク。すぐ正月に。いや、正月はまだ早いかな。早いかも。いやさすがの高尾さやかも、ちょっとなんだかもしれん。まだ誕生日の気分ではないか。いや、2025年まだちょっと想像できないですね。でも2025年になって、2025って書いて、ああ私2025年って書く日が来るって思ってなかったなっていう想像はできた。そう思うんだろうな。っていう想像できた。でも多分2025って書くたびに、え？って思うと思う。え？ 2025？ って2025からなんかもう未来って感じがする、私にとって。未来を生きてるんだなって感じがする。なんでか分からん。何なんだろうな。はあ、2024もすごいけど、だいぶ未来や。もう2016年で私止まってるかも。2006年、2006年、のことはね、すごいね、刻まれている。のび太の恐竜2006があった日。私が小学1年生の時、の頃のね、入学式の日を覚えてる。入学式の日何をするんだろうなーって。小学校になって初めての授業は何だろう
って思ってたら、メダカの学校をメダカを描きながら、メダカの学校はみたいな歌ったの。覚えてる。メダカの学校川の中って。そう。でもメダカなんかね、書き方がこう書いてこう。これを書きながら。よく分からん。って書いて。初めての授業がこんな感じかってなって終わった。これからどうなるんだろう。なんだろうってなって。友達、なんか私幼少期の頃の方がね、明るかった気がするんよね。小学校、うん、幼稚園の頃は友達いたよ。友達いた。友達いて、いたいた。でもそうね、小学1年2年でもうその頃からもう厳しさを知って、社会の多分そっからもう変わっていったね。1年生の頃はまだ頑張ったけど、そう、2年でもだいぶ覚えてない。ほぼずっとぼーっとして生きて気がする。おえ、でもよく覚えてない。思い出せない。心が無になったのは、あれ？いつかな？いつでしょうか？
そうでもね、そうもうね全部もう全てが形成されたのが今の私なんですよ。だから別に良いですね。別に過去を変えたいとか別にないかも。全てをたどってきた中で今の私がいるんだなって思うね。この性格でよかった。みんなが皆さんが推してくれてるので、この性格応してるかわかんないけどあ、よかった。どうだろう、私の性格が好きって方はどうなんだろう。30% の方ぐらいはきっと性格も込みでなんじゃないか。多分。顔が好き 70% 見た目が好き 70% ありがとうございます。とりあえず声ね、確かに声が好きはもうびっくり。声が好き予想より多い。そうなんだね。変な笑い方ね。
そうなんです。声は先、あ、そうなんだ、すご、配信っぽいですね。そうなんだね、まあ、どれも嬉しいです。なんでも、なんでも嬉しいわ。そう、今日はね、じゃ、空が青かったんですよ。めっちゃ青かった。で、昨日月と伝統の写真を撮ったんですね。それをストーリーに載せて、孤独な月と伝統みたいな、なんか題名ちょっとつけて載せたんですけど、別にそのなんかそう、芸術を感じて投稿したんです。私は結構孤独な月を見るのが好きなんですよ。月があって周りに星がないなくて、真ん中に月だけが光ってるのが好きで、昨日がめちゃくちゃそうだったんです。しかも位置的にもいい感じな場所にあった。でも私のもっと近くに伝統があって、なんか伝統も光ってるじゃないですか。で、どっちかっていうと、しかもその伝統の方が光ってたんですよ。だからなんか芸術を感じたの。この気持ちになるもの、正解はないけど、正解はないが、でもこういろんな解釈もあって、でもそれも全部いいなと思ったけど、って思ったんですよ。だけん、そう、格ゲーもね
元はちょっと変えて月と電球にしたんですけど、これもまたいいねってなった。これはまたいいね。芸術を感じる。ってことを今日沖さんに話したの。私昨日ストーリー投稿したんですけど、月の写真を撮って、別に病んでるとかじゃなくて、たら沖さんがそのストーリーにいいねしてて、もともといいねしとったんや。でもさ、これはいいなと思ったいいなって。言語化はできないけど伝わってきた。仲間だった。さきさん、格言好きだからね。私の格言とそのリプランを見るのも好きだから。確かに何でも知ってる。何の情報も知ってる。情報通だ。確かに頭の回転早いよね。すごいよね。回転とっても早い。すごい。渡す渡す。私はどうでしょうか。めっちゃ確かに回るときと全く回らんときの差が激しい。
あれだけど。ピタッ。ピタッ。どうしたの？え？何も考えてなかった。今何も考えてなかった。そうそう、結構私その時上の方見るんですよ。上の方見て何も考えてなくて、だったら何かいるの、そこに何かいるのみたいな。え、なんか幽霊が見えてるみたいな。幽霊が見えてる。何も考えてない。ポーン。私には何も見えませんよ。ただただ天井を見てる。基本的にそう、天井とか空見るの好きだからかな。天井の角を見るのが好きかも。好きとかじゃないけど、なんか見ちゃうんだよね、天井の角。天井を見ながら、ここの会場の天井ってこんな感じなんだみたいな、こうなってんだなーって。いや結構ね違うよ、建物によってね。天井こうなってんだってなるよ。へーって。壁見て、この壁の柄こんな感じか。この壁のここはボーンとか。どうなってんだろう、このネジの形珍しい。とか考えて、考えてるっていうか、考えてんのかな。逆になんか、うん、おー、あそこの隙間は、三角形、二等辺三角形だ。何にもならんこと、何にもならんことをずっと考えて。だけど逆に「サーヤンどこ見てるの？」って言われたら「ってなる。どこも見ちゃいけダメだ。私はどこを見ればいいんだ。どこを見ればいいの？」って思いながらまた天井を見る。
でもなんかアイドルあるある、アイドルあるあるでさ、レッスン中とか目の前にもう鏡張りだから何にもない時ってみんな前髪触ってる。何もないタイムの時はみんな前髪触ってる。私がねレッスンしとったら前髪がだんだん暴れて変になるんよ。だっけ直すんだけど、みんな前髪触ってる。調整1ミリ単位の調整。確かよく触ってるよね。アイドルあるあるだよね。ぼーっとしてるときはなんか透明人間になりたい。ちょっと私透明になりますみたいな。ピッ透明になる。透明になって天井を見る。天井見て、おお、でして、そうそうそう。なんでだ。天井しか見るものがない逆に。見るもの。床？あ、床か。床？確かに床あんま見ないですね。それか、それか鏡。鏡よく見てるかも。見るものがなくて天井か鏡。鏡って自分の顔を見てる。自分の顔を見ながらぼーっとしてるかも。え、でもさ、鏡見ながらぼーっとしててもさ、なんかこの方ずっと鏡自分の顔見てるけどってなっちゃうよね。え、でもさ、なんかさ、こう鏡をさ最近よく見るんですけど、エスカレーターとか登っていく間に鏡が見えるじゃん。その瞬間に顔のチェックとか
え、これってさ、どうなんだろう。もう私は分かんなくなってきて、鏡があったらすぐチェックする。ある？これはアイドルあるあるじゃなくて、みんなあるあるか。よかった。よかったよかった。そうだよね。確かに、なんかそうね。身だしなみがあるから、身だしなみチェック。でもありがたい、ああいうとこに鏡があると。エスカレーター作った人すごいよね。確かに昔ってなんか鏡見とったらなんかそういう風潮あったよね。え、自分好きなの。極力鏡を見ないようにみたいな。あったよね。そう、横目で見るしかないチェック。ね、昔はあったよねって。またなんか、そうそうそう、あなるほどね。確かに、いじりがそういうとこでしかなかった。ナルシストか。ナルシストの本当の海をよく知らない。ナルシストって鏡見るのってナルシストじゃなくて、もう見るじゃないですか。不安だから見たりするじゃん。好きだから見るじゃなくて。ナルシストっていうのはこう自分が好きっていうとてもいいことなんだよね、本当は。そういうことなんじゃないか。自分が好きって、そうなりたいから、なれない人が、いや、好きになりたい、なりたいよね。なりたくてもなれないと。って言うから、なりなよ。おきちゃんが喜んでます。ありがとうございます。ありがとうございます。
がとうございます。そうそうそう。だから本当の意味は知らないけどね、言い方なんか言葉の本質むずいね。なんか悪い方になっちゃうっていう。過ぎると変わってくるしね。でもそうだね、その自分を好きっていうのはその人の人生の軸で考えるとすごいいいことだと。なるちゃん指を味わる。自分人対人で考えると変わってくるのかな、その行動とか自分はこう思ってるから相手もこう思ってるはずみたいになっちゃったら変わってくるよね。いや思ってないかもしれない。そうだね、そうだね。人間関係と人の悩みは人間関係でから でも人と関わらないっていうことはできない。英語、あ、英語ね、確かにしてないですね。イングリッシュ。イングリッシュ。English time。 今日はなんか通知、あ、来てる来てる。でもいつもより早めにしてるね今日。今日はまだ何も言われてない、そういう催促みたいなのはない。お、なんか、え、な
なんかさ、高難易度って書いてあるんやけど、怖い。もうそういう、次の語句を訳してください。動物園。わかるよ。ズー。Where is the new museum? 下がるんだね。 Where is the mall? Where is the mall? Where is the new mall? Where is the new mall? This is theニューミュージアム。 Let's go to the zoo. Let's go to the zoo. Where is the zoo? Where is the zoo? え？同じこと言って。この動物園はどこですか？ When? 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 モールはどこですか？ Where is the mall? Cute. Cute? Cute. Cute. 博物館どこですか？ Where isthe museum. Yes, let's go to Toronto. Where is the museum? え？ Where is the museum? なんで上がったん？ Where is the museum? なんで上がったん？ Museum. なんで上がった？新しいモールはどこですか？Where is the new mall? よし。新しい博物館はどこですか？ Where is the ニューミュージアム。ん？え？あ、全問正解。びっくりした。びっくりした。急に止まったから。全然高難易度じゃなかった。とか言っとったら次から高難易度になったりして、今日はちょっと調子がいいからもう一回しよう。え？ This city is big. え？ This city is big.This is This city is big. あ、あれや、いつものやつや、いつものあれね、最初に場所が来る系ね。 This city is big. This city is big.銀行はどこですか？Where is the 銀行？バンク。
Excuse me. Excuse me. だけ？だけ？え？この都市は大きいです。This city is big. あ？ This city is big. Excuse me, where is the bank? すいません、銀行はどこですか？ The bank is near the zoo.The bank is near the zoo. 銀行は動物園の近くにあります。え？サーティン。サーティンってなんだっけ？ Excuse me, where is the library? すいません。図書館はどこですか？ The library is near the mall. List. レスト。え、リスト？This library is near my house.This city is very old. はい、この都市はとても古いです。この都市はとても古いです。This city is very big. City. 銀行。バンク。This library is old.This library is old. 絶好調だね。 Excuse me, where is the mall? 図書館に行きましょう。Let's go to theライブラリー、ライブラリー。List. List. 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 List.List. List. 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 ありがとうございます。イエイイエイ。ちょっと今日調子いいよ。やった、なんかもらった。今日調子いいな。Is this the bus to the supermarket? Is this the bus to the supermarket?待って、一回略すと、このバスはスーパーまで行きますかよね。Is this the bus to the
スーパーマーケット。Is this the bus to the supermarket? Is this the bus to the supermarket? Is this the bus to the supermarket? Hello. Hotel. This museum is famous.This museum is famous. This supermarket is big. このスーパーは大きいです。この都市は有名です。This city is famous.Is that the bus to the hotel?そのバスはホテルまでのバスですか。それは Yes, that is the bus to the hotel. Yes, that is the bus to the hotel. Nervous. 出た。Nervous. ノーバス。Nerves. Nervous. ノーバス。Nervous. Nervous. Nerves. Nose. Nerves. Nerves. Nervous. 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 Nerves. Nose. これ nose っていうの? Nerves. Nobus. Nerves. Nerves. Nervous. Nervous.This city. This city is famous. Fan. 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 This hotel is very old. Hmm? This hotel is old. This hotel is very old. Very old. 危ない。Hello, is this the bus to the supermarket? Supermarket. 天才かも。 This is the bus. The bus to your hotel. To your hotel. こんにちは。これはスーパーまでのバスですか? Hello, is this the bus to the supermarket? スーパーマーケット イエイ この文を訳してください。この博物館は有名です。This museum is famous. その図書館は有名です。That is.ライブラリーあれ That's library is famous is famousえ、ザ、ザライブラリー。
ケチでも一緒か。えい。やったー。イエ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 イ。やったねん。イエ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 イ。終わりー。今日は終わりー。え？AI と話せるアプリめっちゃいいじゃん。え、気になる。これめっちゃいいじゃん。詐欺じゃないよね。詐欺じゃないよねこれ。よし、ちょっと入手してみるか。めっちゃいいじゃん。広告から、広告でおすすめされた。無料だよね。利用者300万人突破のナンバーワン英会話アプリ、すごいじゃん。すごいじゃん。トラッキングしないで。バディたちといつでも好きな時に英語で会話しましょう。いいの？英語学習の目的を教えてください。どれだろう、どれだろう。普通に話したいんだよね。交流趣味、これだ。あなたの英語レベルを教えてください。入門だ。でも入門すぎてもだよね。初級にするか。でも225点も取れないと思う。入門からしようかな。英検3級以下。英検持ってないもん。これにしよう。わかんない。やったー。私の名前は、音楽鳴る系だ、これやばい。名前何にしよう。これわかるかな。サーヤンにしたらバレる。サーヤン。え？なんじゃこりゃ。あ、そういうことね。
高くなる系か。今何が起きとる？めっちゃざわざわしてた今。そういう感じか。これ後でしよう。あとね、バンされたらやだかな。後でやってみる。バンされたくないよ。え、料金確かに大丈夫かな。確かに確かに確かに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 。ん？何？分かんない。あなたはかっこいい、ありがとうございます。ありがとうございます。かっこいい。クールだ、クール。え、でも結構話せるようになってきたような気がしている。やったね、やったね、やったね。うん。しかも結構褒めて伸ばしてくれるタイプ。リスニング界のエースだとか。面白い。嬉しいです。なんかそう、通知はちょっと怖いけど。しかも配信ですることによってさ、忘れないんだよね。後回しにしないから結構いいかも。後回しにしちゃうからな。
そうだ、前髪切ったんだよね。ちょっと前髪切ったん。昨日ぐらいに。でもまだ長いかも。でもちょうどいい気もする。切るは切らない、どうしようかな、どうしすごい、前髪切りましたって言ってから、前髪切りましたねって、はい、切りました。すごいぞ。今日100均行ったんです。なんか洗面台欲しくて、あ、間違えた、洗面台です間違えた洗面器、洗面器洗面器洗面器欲しくて そしたらなんか良さげなのが2個あって、良さげな、その中でも良さげの方を見たら磁石がついてて、なんか置かない収納、そう、壁にねくっつけれるのが500円だった。500円ってなって、でも同じ形の磁石がついてないバージョンが100円だったんや。100円、100円にした。そうなんよね。なんかね、別にね、私はね、あのね、洋服になんか泥がついちゃって、それをつけ置きしたくて買ったからいいやと。日置き洗いを、確かに、
でもだいぶ取れ、もう取れないかも。もうね、結構ね、強めのね、こうスカートを多分階段を、なんだろう、登ったりしてる時に踏んじゃったんだよね、雨の日らへんに。踏んじゃったやつがついてて、そうなんよね、悲しい。だから緑色の石鹸をつけてみようと思う。緑色の、今日つけてみるわ。いやー、取れたらまた報告するわ。一回ね、何だったかな、そう、赤いリップか何かが白い服についてギャーってなったんですけど、リネタンがこれは食器用洗剤をつけてトントンしたら取れるって言って、家帰ってつけてトントンしたら本当に取れたんですよ。もう何もなかったかのように取れた。だけどそれを覚えてたから、そのスカートにもやったけど全然取れなかった。泥は取れないんだね。成分が違った。だから私のスカートがね、もうめっちゃ食器用洗剤の匂いがするだけになってる。リネタン知ってるかな。でもリネタンに頼りすぎよね私。何でも何でも聞いてる。頼りすぎかもしれない。印象もない。リネタンおもろいよ。何もかもがおもろいです。つけ置きすればいいのか。ふむ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 。明日どうしようかな。
猫。猫のね、真似。猫の真似のプロになりたい。猫の鳴き声。猫の鳴き声。今は。今のレベル。うまい。え？嘘。嘘。やった。嬉しい。嬉しい。怒ってる時、いや、ほんとほんとにほんとにこれよ。威嚇してる時の猫。ってなってるから、私が窓開けて「どうした?」って言ったら窓閉めたら、そう、なんかおるんよ、多分喧嘩中の猫が近くに。で、私が窓開けてどうしたって言ったら こういう感じ。怒ってる時の猫。でも確かに威嚇してる時はなんだ。
できない気がする、できない気がする。できない気がする。そんな感じです。ハッピー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 。ハッピー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 。ハッピーハッピーハッピー。デュルル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 。猫は言葉がわかるよ。ええ、わかってるだろうね。猫猫猫猫猫を飼ったらみんなに見せよう。皆さんに紹介しましょう。犬も好きだよ。でもね、飼うなら猫。ワンちゃん落ち着いてからかな。うん、散歩がね、十分にできるかどうか。
でもなんだろう、夜でも元気にお散歩してるワンちゃんいるもんな。だけん夜も元気なんだなって思った。猫は夜行性。ワンちゃん。あ、でもそっか、生活習慣とかにもよるか。に運動会する、運動会するの、すごいね。なんかなりそう。今日は夜ご飯という夜ご飯を食べてないんですよ。行ってお腹空かんくて、レストラン行って小エビのサラダと辛味チキン食べた。夜ご飯という夜ご飯じゃないよね。美味しかったけど、美味しかったけど、その時お腹いっぱいになったけど、今急にもう一皿辛味チキンいけるぐらい。こんな23時にお腹が空くなんて。こういう時に人は寝るんだろうね。あー、お菓子食べよう。今日のお菓子は今日の100均でゲットした3つで100円のお菓子です。私の好きなやつが3つで100円なんですよ。ちょっとちっちゃめだけど、あのね、
味なんだろう、何味っていうか分からんけど、三角の編み編みの三角編み編みのお菓子よ。めっちゃ好きなんよ。というわけで、そろ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 終わるか。そろ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 終わるか。そう、食べるのさ。ありがとうございました。今日も今日とて今日も今日とて、髪伸びた、ついに。ついに髪を伸びたと言えるぐらいまで明日も配信するよ。イエイエイエイ、伸びた伸びた。伸びてからもう外羽にはまっている。でも明日は外羽にするか迷ってるんだよね。どうしようかな、なんて思っています。なんて明日のことを考えています。旅行でいいでしょ。ありがとう。そう、リボン合わせた服も、そうリボンついてからね。これは空腹の合図だ。やべえ、空腹の合図。空腹の合図きた。でもボブも楽しかったもう過去形になった。過去の話、こんな感じだったよね。
やばいやばい電話もう伸びた。右サーヤン左サーヤン右サーヤン左サーヤンじゃあ終わるね。お腹すいた。一瞬寝て一瞬寝て寝かすいたから今一瞬寝てみた。後ろのケーキ食べないでね。わかった、食べません。昨日ね、漢字を読んでなかったんだよね。英語のやつして、英語の授業も終わったよ。イングリッシュタイム。だから今日は読みます。マサタロウさん、コッペさん、マッペさん、ケイさん、サトルンさん、モモビリーさん、ミツルンさん、フジポンさん、メガバイトちゃん、犬ちゃん、台湾のコウさん、F 渋谷さん、陽平さん、タテ様、セイヤンさん、ブーちゃん、アキツキさん、ムラッチさん、ナルさん、マータロウさん、ジャンケンさん、ハヤリンゴさん、ムラサキカゼゴーさん、伝説の元トラック運転手のアイさん、マサさん、ハルコンさん、クニちゃん、ユウキニャンニャンさん、マイセンタン、ロックオンさん、ボテさん、ゴジュアップくん、サトケンさん、エビスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ボール投げ大会続けたかったんですけど、なんでボール投げ大会をしてるのかと疑問を持たれてしまうのが、うん、そうあったからやめよう。そうなの、まあそうだよね、うん、たまにそうだね、たまに開催しようかなまたその時に言われる。何のアンケート、でもよろしくお願いします。じゃあバイバーイもうお腹の音が止まらない。またね、バイバーイ。